こんにちは。市役所仕事ね、手間をかければかけるほど、工数を上げれば上げるほど、生産性を落とせば落とすほど、待遇は良くなるところなんですよね。ね、なんでかっていうと、すべての処理を、例えば IT 導入して効率的にやっちゃうと、職にあぶれる人が出てきて、新規の採用ができなくなるんですよね。そうなると、新規の採用の予算っていうのが、もういらないよねってことで削られてくるんで、役所全体の、予算執行権っていうのはどんどん落ちていくんですよ。だから予算はどん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 肥大させていかないと、例えば飲み会をするにしても、飲み会の補助金をみんなでね、もらうために、出勤してない人の名前まで書くみたいなね。ありとあらゆる在籍している人の名前を書いて、で、人数かける、50円とか500円とかもらえるらしいんですけども、20人ぐらいの飲み会に、200人ぐらいの、出席署名を集めて、それを書類ごとで通せば補助金出るみたいなね。そんな感じだったりするんですよね。福利厚生費か。だから役所っていうのは、生産性を上げると余計なことすんなっていうふうにね、言われるそうなんですよ。冗談めいてね。いや、余計なことすんなよって。仕事がなくなるじゃんみたいな言われるらしいんですよ。で、実際に、ペーパーでやる仕事を、例えばメールにすると、例えばね、ファックスか。ファックスで送るみたいなことをずっと今でもやってるんですよね、市役所って。で、なんでやるかっていうと、電子メールでいいじゃんってなるんだけども、そうなったら、ファックスを購入する、その先の業者さんが困るんですよ。そうなると、将来、天下りに、ファックス会社の事務とか営業とかに行けなくなるんですよね。だから、未だにファックスが生き残ってるというね。そんなことがあるそうなんで、私たち事業者はね、一生懸命、税金取られながらも、金稼ぐわけじゃないですか。それを漏れなく無駄遣いしてくれる人がちゃんといるんで、世の中正しく回っていくってやつですよね。で、今回はね、36件逃げるに然ずですけども、これをやっちゃダメだよみたいなのがね、結構ね、浮き彫りになってきて、これをやったら、あらゆるものがもったいなくなるっていうかね。好きなことならやってもいいっていう、ね、気持ちはあるんですけども、好きなことをやるのに失うものが多すぎるみたいなことがあって、そのバランスが取れないんですよね。でも、金稼ぎって多分、好きになるとどこまでやっても誰にも迷惑かかんないんですよね。どっちかっていうと、この金を使うことってやりすぎたら迷惑になっちゃうんで、時間も使うしね。それからは逃げておかなくちゃいけないかなと。その最たるものが、人を雇うとかね、店をやるとかね。いや、これはね、社員を養わないといけないっていうね、家族でもないのに。で、毎月1人当たり20万とか30万持ってって、かける5人とか6人、場合によっては10人じゃないですか。1人で500万とか600万稼いで、全部持ってかれて自分の手元にないみたいなね。なんだこれはとか感じますよね。でもね、育てられないお前のせいだって言ったらそうなんですけども、でも、社員も役所の人間とよく似ていて、社員もね、できるだけ効率を落とした方が、楽なんですよね。で、10日でやる仕事を3日でやると優秀なんだけど、7日間は別の仕事を当てられるんですよ。で、それを自己育成だというふうに捉えられればいいんですけども、またよその仕事が回ってきたみたいに感じるから、たちが悪いというかね。あの人はサボってるのになんで僕ばっかりとかなってね、それはチャンスだと思えないんですよね。そもそも、誰かに雇われようとする時点で、もう自分で自らの人生をね、生きていくことをやめちゃってるわけなんですよね。極端に言えば。だから自分で集客して、自分で商品作って、自分で売り上げ上げれるんだったら、そもそも他者が必要ないんで、どっかに就職しようかっていう気持ちにならないし、就職したら結局稼げない人の分まで稼がないといけないんで、損なんですよね。で、それが分かってると、やっぱりね、雇われる時代じゃないし、もっと言ったら派遣社員とか目指しちゃ絶対ダメだなと思うんですよ。派遣社員ってのは搾取された、搾取の上に成り立っている仕事なんで、どうやっても金持ちになれないし、派遣社員でワーキングプアですって言うから、いや、派遣社員はワーキングプアを目指すところなんですっていうふうに、最初から、刻みに込んでおかないといけないでしょうね、きっと。そんな感じですかね。だから36件逃げるに近づく。これは関わっちゃダメだよみたいなね、そんなことが結構あるかなと。孫子の兵法、2500年前ですけども、未だ通用する人間の心理かなというところですね。いってきます。